浪転生5ニュース新5のお時間です。この番組では株式会社アトラスから2021年11月11日に発売される任天堂スイッチ用 RPG 新女神転生5についての情報を私松沢千秋がお伝えいたします。ニュース新5、今日のトピックスはこちらです。では本日もお付き合いください。ニュース新女神転生5、先日公開された最新 PV はご覧いただけましたでしょうか。一つ目の話題はその PV にも登場した新たな登場人物のご紹介です。こちらの映像をご覧ください。新女神転生5、新たな登場人物を紹介。磯の神タオ。それじゃあみんなで帰りましょう。私には子供の頃から霊力があってね、ベテルでは聖女って呼ばれてるの。最近ね、不思議な夢を何度も見るの。遠くから誰かが私のことを呼んでる声が聞こえてきて、熱田譲る。いや、君は一人か？よかったら僕らと帰らないか？僕ら家族は二人きりだ。それに兄が妹を守るのは当然だろ。僕らがトンネルに飲み込まれた後、東京に一体何が起こったんだ？太宰一郎。このトンネルのあたりで化け物を見たという噂があります。あいって天井すっごい低いわ。奥は暗いです。なんかやばそう。俺落ちこぼれでいつも人に迷惑ばかりかけてて、でもそんな俺でも優等生みたいに人の役に立てるならやってみたいんだ。こんにちは先輩。熱田美也津。あの先輩、お兄ちゃんの様子見てきてもらえませんか？いつも私だけ心配されてるけど、私だってお兄ちゃんのこと。星水駿。私は星水、ここの責任者であり日本国内閣総理大臣だ。改めて我らの戦いに巻き込んだことを謝罪しよう。ありがとう、君の勇気に感謝を。ダートに迷い込み頂上の力を手にした主人公、無事元の東京へ戻った主人公は悪魔に対抗する組織ベテルの一員となり、同級生と共に東京を守る決意をします。そんな中悪魔たちが学園を襲撃。主人公たちは生徒たちを守ることができるのでしょうか。もう一つの東京ダートで目覚めた伝説の悪魔の狙いとは。新たな登場人物紹介映像をご覧いただきました。どのようなドラマが繰り広げられるのか楽しみですね。続いては今作のバトルでの新要素のご紹介です。こちらの映像をご覧ください。新女神転生5バトルの新要素、マガツヒスキル。プレスターンバトル中、味方の行動によりマガツヒゲージが溜まっていきます。ゲージがマックスになると特殊な技マガツヒスキルが使用可能に。マガツヒスキルには大ダメージを与えることができる攻撃や補助、回復などさまざまな効果を発揮するものがあります。また敵もマガツヒゲージを貯めた強力な攻撃を行ってくることがあるので注意が必要です。マガツヒスキルを効果的に使い、より戦略性の広がった本作のバトルを楽しみましょう。
新たなバトルの要素マガツヒスキルについてご覧いただきました。さらに進化したプレスターンバトルを楽しめそうですね。新女神転生5では皆様からのメッセージを募集しております。この番組でも画面下にて寄せられたメッセージをご紹介してまいりました。ここで一通質問メッセージをいただきましたのでご紹介させていただきます。ミックスバスさんよりいただいたメッセージです。発売決定おめでとうございます。質問ですが、新 3HD リマスターのような経験値稼ぎや真っ赤稼ぎのような DLC エリアは配信予定はありますか、とのことです。はい、こちら経験値稼ぎや真っ赤稼ぎ系のダウンロードコンテンツ配信を予定してございます。ダウンロードコンテンツの詳細情報は続報にて公開させていただきますので、どうぞお見逃しなく。引き続き新女神転生5ではメッセージを募集しております。皆様からのご投稿お待ちしております。ここで新女神転生5の関連情報をお知らせいたします。こちらをご覧ください。以上、メッセージのご紹介とお知らせでした。ニュース新5、お別れのお時間となってまいりました。本日ご紹介した内容は、新女神転生5公式サイトでもお楽しみいただけます。先日公開された新たな PV と合わせてお楽しみください。ニュース新5では、これからも定期的に最新ニュースをお届けしてまいります。次回は8月下旬頃の配信を予定しております。それではまた次回お会いいたしましょう。今後ともよろしく。新女神転生5、2021年11月11日発売。